注意事項ね。問題はないかしら？それじゃあ、ゆっくりしていってね。ああ、ついてないわ。よりにもよって、あんたに捕まるとはね。私としては、複雑な気持ちですね。あなたとはまたゆっくりお話ししたいと思っていました。それについては良好でしたが、このような形での再会は、とても悲しい。まったく、あなたは懲りもせず、まあ、あた騒ぎを起こして、そんなことしなくても、あなたが望むならいくらでもここで修行していいのですよ。おいこら、このぐうたら坊主、その言い方、まるで私があんたらに構って欲しくて問題を起こしてるみたいじゃない。違うのですか？違うわよ。確かに一時は、質素な暮らしもいいかも、なあんて気迷ったりもしたけど、やっぱり私には似合わない。私は嫌われてなんぼの最強疫病神、泣く子も黙らせるより神ジョーン様だぞ。他人の財産で着飾ることこそ、私の王道、質素な寺暮らしなんてもう大まっぴらだ。当然、修行と称した筋トレ祭りだってお断りよ。それは困りました。修行の無理強いは私の主義に反します。あなたが自らの意志で、修行に臨んでくれるのが最善なのですが、ここは修行の喜びに目覚めてもらえるよう、根気強く説得するしかないですね。ジョーン、聞いてください。筋肉とはタンパク質の宝石です。私と共に全身をムキムキラキラに着飾りませんか？ちなみに首を縦に振るまで根気強く、何日かかろうと休むことなく、私はこの説得を繰り返しますよ。初手で心折りに来るのは説得じゃなくて脅迫なんだわ。目覚めてもらうっていうか洗脳しようとしてるだろお前。たく、マジで冗談じゃない。だいたい、私が今回やったことって、老い先の短いジジイに貯蓄をパーッと使い込ませただけじゃん。あのジジイ、唯一の肉親だっていう息子とも絶縁状態だったし、遺産なんていくらあってもしょうがないだろ。私のしたことは悪用どころかむしろ、死亡されていた金を社会経済に戻した善行じゃね？ジョーン、実は今この時間はあなたへの取り調べも兼ねています。あなたが語る内容次第では、今後の対応が変わることもありますよ。へえ、それはいいねえ。ついさっき言ったけど、今回私がやったことは死亡金を経済に戻す善行。反省や更生の必要なんて微塵もない。なぜなら私は悪いことなんてしていないから。はぁ、論破、もう解散でいいわよね。他にも何か、目的があったんじゃないですか？なぁ、あんのことだか、さっぱりね。悟りを開こうとすると、妄想と現実の区別がつかなくなるのかい？坊主も大変だねー。体だけじゃなく心を病まないように気をつけな。あら、お気遣いの言葉、ありがとうございます。いやリーダーよ、脳みそピュアピュアかお前は。ああ、嫌味でしたか。あなたはどうしてそう、自分から嫌われようとするのです？疫病神としてのプライドが邪魔をして、己の前世を肯定するのが気恥ずかしいのですか？どれだけ隠そうと、私は知っていますよ。あなたがとても優しい子だということを。ああはいはい、そりゃすごい洞察力だ。恐れ入るね。ちなみに私自身には全く心当たりがございませんけど。いいでしょう。それではまず、徹底的に分からせてあげます。あなたがどうしようもなく不器用なツンデレさんであると。誰が不器用なツンデレだこら。というわけで召喚。どちら様？この子は、イナナの白ウサギ。なお、花丸イナナ。イナナなんな。先日、妙蓮寺門下に加わった妖怪ウサギ。嫌いなタイプは性欲が強いケダモノと理性なき酔っ払い。普段は小のことをやたらと嫌っている風ですが、名字を花丸に決めた理由は書道の練習で小からもらった花丸印が嬉しかったのと五感が虎丸に似ているからという、完全なツンデレさんです。いやー、いや、はぁ、今のところ、そいつが物好きなツンデレって情報しかないんだけど。先に言いました。この子はイナナの白ウサギ。その能力は、誤った情報を見抜き、大声で否定する程度の能力。これから私はこの子に、より神ジョーンはツンデレか？と問います。もしジョーンがツンデレでないなら、この子は先ほどの照れ隠しとは違いマジ顔で否定します。しかしこの子が否定しなかった場合、ジョーンはツンデレ確定。はぁ、ふざけんなこら。そんなポットでのウサギで私をツンデレ確定するんじゃねえ。さあ、いっちゃんいつものやってあげて。ななんでんきけな話を。より神ジョーンはツンデレですか？イナナのかい？イナじゃないのかい？どう？ちなあんだい？あえ、おい、今のは、どういう判定だ？とりあえず、イナではないので、ジョーンはツンデレ確定。マジふざけんなし。そしておそらく今のパワー、推測ですがきっと、筋肉の暗示。つまり、ジョーンは妙蓮寺で筋肉をつけるべきだというしさ。都合よく解釈すんな。私に筋トレなんて必要ねえ。いやうっぱ思ったより強めに否定してくる。筋トレは必要ないという発言にイナが入った。つまりあなたは心のどこかで筋肉を欲している。私は今、あなたの合意を得たも同然。さあ、ジョーン、アマーズブートキャンプ再入隊、おめでとうございます。理不尽がすぎる。くっそ、こうなったら正面突破で逃げるしかねえ。でもやれるか？いや、やってやれないことはないはず。いくらこいつが得の高い坊主でも、完全な無欲だなんてことはありえない。もし完全な無欲を実現しているなら修行なんて必要ないからね。私の財産を消費させる程度の能力、その本質は欲を煽る誘惑だ。わずかだとしても欲があるなら、つけ入ることができる。受け入れろ、生きることの浅ましさを、思い知れ、貪ることの喜びを。戦場、スペンドはフォーチュン。聞きません。なんで？
かっこ、こいつ、全身を覆うように魔力の、いや違う、このムキムキしたエネルギーは魔力じゃない、筋力の防壁を展開している。それで私の能力を防いでいるのか？涅槃を目指し鍛え抜かれた筋肉は、やがて魔法と区別がつかない領域に至る。聖域、奇想天外。しかし、ああ、なんということでしょう。恥ずかしながら私もまだ修行不足か、わずかですがあなたの能力の影響を受け、あなたの筋肉を育てたい、そんな欲望がムキムキしています。筋肉の木は輝きの木。さあ、ジョーン、あなたもこの光をまとうのです。いやだ、よくわからないが、多分その得体の知れない力を手に入れたら、私はきっと疫病神じゃない別の何かになってしまう気がする。わかった、修行する。普通の修行ならやるから、私を変な領域に導こうとするなぁ。どうも、森屋のみこさん、お忙しいところに失礼しますね。ちょいと仕事の話がしたいんだ。今、大丈夫ですか？おや、山わろさんこんにちは。はい、問題ありませんよ。むしろワンちゃん光合成できないか試みる程度には暇でした。暇つぶし感覚で得できるほど光合成は甘くねえよ。CO2 なめんな。光合成ガチ勢怖い。仕事の話というと、先日お客様第1号が決まったという、山わろブライダルコーデサービスですか？ええ、その通り。にしても、森屋と白霊、どっちの神社で結婚式を挙げたいか聞いたら、お客様が食い気味の即答で森屋を選んだの。今思い出してもちょっと笑っちゃうわ。まあ、人里だと白霊神社のイメージって妖怪のたまり場ですもんね。妖怪の山の神社より妖怪の出現頻度が高い、とか言われてちゃ笑うしかないわ。と、話が逸れた。そのブライダルコーデ第1号案件について、先日お伝えした招待客の人数ですが、新郎側の招待客が1名追加となったので、席や食事の用意などを調整していただきたく、その追加というのが新郎のお父様なので、ちょっとレイアウトをいじる必要もあります。ああ、新郎さんは親族席なしで進めてましたね。こちらとしては少し手間ですが、お二人の門出を祝う人が増えるのはいいことです。しかし、お父様ご存命だったのに、どうして当初は不参加だったんでしょうか？あまりお客様の情報を話すのもあれだけど、まあ、業務上の共有ということでいいか。新郎とお父様は、今までほぼ絶縁状態だったようです。新郎の方は恩返しもしたいと、一緒に暮らしたがっていたそうですが、お父様の方がどうにも、昔かたぎの頑固者だったらしく、男がいつまでも親父の背中を見てんじゃねえ、と感動されてしまったようで、あらら。しかし先日、そのお父様が疫病神に取り憑かれて、貯蓄を使い果たし無益門になってしまったんです。もう働けるお年でもなし、唯一の肉親である新郎の世話になるもやむなしでしょうが、お父様は子供に養われるくらいならの垂れ死ぬなんて騒いでていこう。まあ、そこからなんだかんだ吸ったもんだ。最後は新郎新婦初の共同作業でどうにか説得、無事に復縁するに至った、と。ほへえ、金の切れ目が縁の切れ目なんてよく聞く話ですが、今回はお金がなくなったからこそ、縁が戻ったんですね。そう言われると、なんだか不思議な話ですね。九段の疫病神が、親子の縁をつなぎ直したわけだ。狙ってやったとは思わないけど、もし、この展開を予想していたなら、その疫病神は、相当不器用なおせっかい焼きね。やあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のピックアップことわざはこちら。嘘をつかねば仏になれぬ。仏教由来のことわざで、意味合いとしては嘘も方便とほぼ一緒。というかもう嘘も方便の派生形、なのかな？方便っていうのは仏様が修行を導く手段のことだね。誰かを導き救うためなら嘘も一つの手段。そういう嘘で地獄に落ちることはない？そういう嘘をついても悟りの道は閉ざされない。優しい嘘を肯定する優しいことわざ。それが、嘘をつかねば仏になれぬなのさ。ちなみに英語圏には、ホワイトライ、無罪の嘘って言葉があるよ。The ends justifies the means、結果は手段を正当化する、なんてのもあるね。自分が悪役を演じることで、ある親子の縁をつなぎ直す。これもある意味、優しい嘘と言えるだろうね。疫病神の能力に当てられたふりして欲望をさらけ出した僧侶については、まあ修行は疫病神さんのためにもなるだろうし、ギリギリ優しい嘘ってことでいいかな。それにしても、筋力をまとうことで生み出される聖域か。筋力ってなんだっけ？興味がおありですね。いやないです。大丈夫、体で理解できます。うん、ダメだこれ根気強い説得が始まってやがる。ご視聴。ありがとうございました。